僕が中学生の頃に猪木さんは味覚の衝動という大変な傑作の天皇論を書かれています。味覚の衝動というのは、いわば権力論として抽象論として天皇論に法論をするのではなく、インフラの側から天皇というイメージを人々がどうやって使ってきたのか、そのことは日本という国家にとってどういう意味があったのかということをすごく丹念に照らし出す大傑作でした。作家、東京都知事猪瀬直樹代表作味覚の衝動難音セール。